はい、ありがとうございます。先ほどまではバンバさんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから大学院で何をしてたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、この動画ではじゃあその経験を経てどういう選択をしたのかっていう部分含めてお話しいただこうかなと思ってますと。で、大学院卒業しましてね、大学院は公共政策でしたよね、はいはい、でその大学院修士卒業した後博士課程に行くか、もしくは就職するかみたいなところあったと思うんですけど、どういう選択をされたんですか？あ、大学院修了後に行ったのは中堅の商社ですね、アフリカ諸国とのビジネスに特化しているあの商社に入りました。なるほどなるほど、はい、じゃあ実際そこでは、なんで就職っていう道を選ばれたんですか？ですね、博士はその時はあんまり考えてなくてですね、迷ったのが公共政策なので公務員になるか民間就職かって考えた時に、最終的に商社を選んだ理由としては現場に関われそうだなっていうのをその時考えたのと、はい、これは詳しい方からもしかしたら違うよって言われるかもしれないですけど、当時の私は公務員行ってから民間はちょっと難しいっていうのは思ってたんですね。逆はあり得るかなと思って、だから一回民間をまず経験しようかなって思って商社に行った次第ですね。なるほど、ありがとうございます。商社でどれくらい働かれてらっしゃる？商社は2年弱そんな長くはないですね。あ、そうなんですね、はい、でその後はどういう選択をされた？まず商社でちょっと何やってたかというと、アフリカ諸国とかあとは中国とかそういう途上国とは貿易を担当してまして、その後に外国人の方の就職支援とか途上国の方への職業訓練とかをしている NPO に移りました。へえ、そんな NPO があるんですね、はい、ちなみに何ていう名前の NPO？ そうですね、特定非営利活動法人 MP 研究会といいます。 MP って何ですか？MP っていうのがこの団体の前身となる企業があったんですけど、それがミクプランニングっていう会社で、ミクプランニングの M とフィランソロフィー、あの社会貢献ですね、はいはいはい、の P を取って MP で、日々非受益者のためにできることを考えていくっていう思いを込めて研究会っていう名前を付けたというふうに聞いてます。なるほど。じゃあもともとは会社だったんですか？そうですね、はい、会社から分社化したわけではない、それともそもそもだいぶ変わったみたいな、だいぶ変わったの方ですかね。へえ、そうなんですね、はい、でどこから来ている方に対しての就労支援とか、まあ、職業訓練みたいなところされてる、はい、そうですね、主に東南アジアの方々を対象にしてまして、東南アジアなんだ。日本に来ている方だけじゃなくて、過去にやったプロジェクトの例としてはベトナムの農村にいる女性に対してテシュシュって分かりますかね、はい、そういった職業訓練をして手に職を持たせるってことをしたりとか、あと今現在でもやっていることとしてはベトナムのかなりレベルの高い理工系の大学の学生に対して日本語教育とか、あとは建設の設計プログラムとかそういうのを指導して高度なエンジニアとして日本に来てもらうっていうプロジェクト、あとは国内だと留学生に対する就職支援とかをしております。ああ、そうということか、はい、だから大きく分けると事業3つで、まず現地にいる人たち、はい、東南アジアにいる人たちの転職をつけるっていうサポートと、はい、現地にいる人たちを日本に来てもらうためにサポートするっていうやり方と、はい、あと日本にいらっしゃる方に対してのサポート、まあね、この3つがあるってことですね。まあ、そうですね、細かいのは挙げるとキリがないんですけど、うん、まあ、そういうふうに考えていただいて。なるほど、じゃあ大きく分けてその3つがあると、はい、この3つの中で馬場、はい、さんはどこを担当されていましたか？ですね、私は2つ目の方、ベトナムのその理工系の、高度化人材を、そうですね、日本に連れてくる、はい、とか国内の就職支援ですね、そちらの2つを主に担当しております。なるほど。実際東南アジアの方が日本に来られる際、はい、で日本で就職するケースってどういうケースが多いんですか？はい、これ私たちの団体が関わっているわけではないんですけど、特に私たちが支援している国籍の人としてはベトナムが多いんですね。ベトナムの人が今日本でどういう在留資格で滞在しているかというと、技能実習生って聞いたことありますか？はいはいはい、聞いたことあります。それで日本に来ている人が多くて、10年20年前とかだと中国人が多かったらしいんですけど、今は半数以上がベトナム人って形ですね。なるほど。ただ、はい、技能実習生はずっといられるわけじゃなくて、はい、ある有機的な期間の中で働く機会が得られるってことですね。はい、あれって2年とか3年と職種によるんですけど5年のパターンもありますね。あ、そうなんですね、はい、じゃあそこで来られて、そこで身につけられる職業は何でもいいんですか？何でもいいわけではなくて、はい、こういう職種っていうのはあらかじめ決められてまして、理由としましては技能実習の趣旨が実は国際貢献なんですね、あ、そうか、日本で技術を学んで、はい、それを自国で還元する、そうですね、そういうことね。なので例えばその国と関係ないこと、持って帰ってもなんか仕方ないみたいなものは職種として定められてないって形になります。あ、そうなんですね。ちなみにはい、そこにバンバさんが参加しようと思ったきっかけって何かあったんですか？きっかけに関しては商社の話に戻りますと、私が担当してたプロダクトをナイジェリアとかに出してて、その工場で4000人の女性たちが職を得てると、だから雇用ソースにつながってるみたいなのを聞いてて、まあ、やりがいは感じてはいたんですけど、理由はいろいろあるんですけど、実際に現地の方と直接話したりとか、自分で事業とかやってみたいなって思いが強くなったんですけど、その会社だとちょっと難しかったなと。なので次探した時に前から
少し興味あった NPO とか次やってみようかなと、うん、だから公務員と民間を迷った後に次は NPO って感じで結構違う業界に行ったんですけど、その時にご縁があったのが今の MP 研究会さんでして、うんうん、労働とか雇用に関係するので一応一貫性は持ってるかなというふうに考えてありますね。なるほど、ありがとうございます、はい、具体的にどんなことをされていらっしゃったんですか。ですね、報道人材として日本に来られるような方、そういった方のサポートをしております。うんうんうん、ああ、なるほどね。あ、じゃあ馬場さんどれぐらいそこの機関にいらっしゃったんですか。NPO に、あ、そうですね、今年の今6月なんですけど、これで丸4年になりますね。4年、はい、4年の中で何人ぐらい見てこれるものなんですか。見るの定義にもよるんですけど、私が実際に直接指導した方は150名以上には及ぶかなと。そんないるんだ、結構多いですね。定期的に国内のベトナム人留学生とかを対象に就活塾みたいなのもやったりしてるんで、それで毎回20人とかそういうのを指導することもありますね。なるほど、どういうことを教えるんですか。私たち日本人からすると、はい、結構基本的なことではあるんですけど、はい、例えば普通の日本人でちょっと早い人だと3年生の終わりとかからもう準備始めると思うんですけど、はい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 、ベトナム人はそんな早くやる人ってあんまりいなくて、うん、話割愛するんですけど、ベトナムの就活の文化とかそういうのに関係するんですけど、うん、だから就活塾の第1回目で言うのは、日本の就活スケジュールはこうですと、うんうんうん、もう今すぐ動き出しましょうとか、うんうん、そういうことをまず言いますね。なるほどね、はい、ちなみになんですけど、ベトナムの方が日本で就職したいっていう願望はあるんですか。あると思いますね。はい、その理由はいくつかあるんですけど、よく聞くのは日本の文化が好きっていう人も結構いて、日本のアニメとかそういう文化に親しんで日本に強く関心を持って将来そこで学びたい、もしくは就職したいっていう人、そういうのもいますし、あとは平均年収の違いっていうのはやっぱり一つ大きいのかなと。そこはあるんですね、はい、なるほどね、うん、あとまあ一つ付け加えると、うん、理工系の人に多いのは日本の優れた技術を学びたいっていう人で、はい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 、例えば私の知ってる例だと、うん、日本の遠くの大震災、あれをニュースで見かけた時に日本はもう終わってしまったのかなってその人は最初思ったんですけど、ものすごい速さで復興してるのを見ていて、これが日本の技術なんだと、これをぜひ学びたいってことで日本に建設系の人材として来られたっていう人もいますね、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ今どちらかというとフロントにも立つ部分もあるし、はい、バックでちゃんとサポートするっていう立場もあるじゃないですか、うんうん、はいはい、MP 研究会さんでされている経験っていうところで、うんうん、一番自分が印象に残ったことってあります？印象に残ったこと、まあ、嬉しかったことでもいいですよ、うんうんうん、一つに限定はちょっと難しいんですけど、うん、優秀な学生さんがたくさんいるのに自信がないんですよね、うん、なので就活塾で最初の1回目で声が小さかったりとか、ちょっと下向いてる子が最終的に誰もが知るような大企業から内定もらって、うん、先生ここ合格しましたみたいに言われたら、それは嬉しいです、ね、言うたやろと、君は能力あるんだみたいなことをその時に言うんですけどね、うん、はい、なるほど、逆に一番辛かったことあります？やっぱり全員を助けることは結構厳しいんですね、就活指導とかで。結局仕事を見つけなくて、ちょっと僕も帰国しようかなと思いますとかいう人もいた時は結構辛かったです。あ、なるほどね、はい、やっぱり働き方は異国に行けば全然違いますもんね、はい、ベトナムの方が日本に来たら、うん、それは文化も違うし、はい、大変なところもあると思うんですけど、はい、じゃあ今後なんですけど、うん、今そこ4年いらっしゃるじゃないですか、はい、その後もずっと続けていきたいみたいな感じなんですか。実はですね、うん、あの来月退職を予定してまして。そうなんですね。ちなみにそこで一番学べたことって何ですか、はい、戦略的にキャリアを構築していくっていう方法なのかなと思ってて、うん、就活塾で私は結構留学生の方々に5年後10年後のことをまず考えなさいと、うん、なるべく具体的に考えなさいと、でそこから逆算して、もしその10年後の自分を考えた後に理想の自分がいますと、その10年後の自分に到達するまでに7年後までじゃあ 何をすべきか、うん、5年後まで何をすべきかとか、で3年後まで何をすべきかまで考えて、うんうん、今何をすべきか考えなさいとか、そういうことを私は結構言ってまして、なるほど、それをなんかじゃあ大学生の時の私やってたから全然そんなことはできてなくて、人に指導した結果自分の中でそういう知識を身につきましたし、来月辞めるっていうのも10年後の自分まである程度考えてはいるんですね、まあ、ちょっとあんま具体的にはここでは言えないんですけど、なのでその一つそういったマインドセットを身につくことができたっていうのが大きなアセットかなと私は思ってます。なるほど、じゃあロードマップをちゃんと作って自分の選択をしてくださいねっていうのを塾で言いつつ、はい、それも自分に言い聞かせてやっていたというところなんですね。そうなんですよ、はい、何回か聞かれたんですよ、バンバ先生はじゃあどうなんですか答えられないときついですね。そう、そうなんですよ、まあ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 みたいな。なるほどね、ありがとうございます、はい、はい、じゃあこの動画では NPO 法人の MP 研究会で何をしてたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、次はですね、1ヶ月後に辞めるっていう話だったんで、はい、どういう選択をしていくのかみたいな部分のお話をいただこうかなと思います、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。